かしたぞ翼。静止点を取られた。こうなったら出すしかないな。決勝まで出さずに済めばいいと思っていたが、みんなこの試合手の内を隠している余裕はないぞ。国際ジュニアユース大会準決勝第1試合、全日本ジュニアユース対地元フランスジュニアユースの試合は、開始早々全日本が翼くんの見事なシュートで先制しました。ボールはピエールくんからナポレオンくんへ。かい、お前にはエース殺しのこの相田誠がマークや。ふん、戻せナポレオン。俺にバックパスだナポレオン。ピエール、何よそ見してるんや。相手はワイヤで。おっと、ソダ君がナポレオン君の足を払う形になった。この野郎。審判は反則には取りません。そのまま流します。止めてやる。おっと、ピエール君自ら石崎君に向かっていきます。何考えてんだこいつ。飛んだ。ピエール君華麗なジャンプで石崎君をかわした。おっと、石崎君そのまま石崎君と激突。見せてやろう、これが俺の。ピエール君ロングシュートに行く。電話かけていない。スピードもヒューガさんほどじゃない。取れる。なんだ今のシュートは。決まった。キャッチ寸前にボールが落ちました。ピエール君独自のシュートです。ランスあっという間に同点に追いつきました。あと激しく揉み合っています。これはソーダ君とナポレオン君。離せ。両者にイエローカードです。二人とも熱くなりすぎました。落ち着け。そうだ。俺たちは遊びに来てるんじゃない。チームと母国と、そして自分自身のためにみんな真剣にプレーしているんだ。この先勝手なことは俺が許さん。分かったな、ナポレオン。エルシド・ピエール、華麗なドリブルからのあのシュートといい、そしてチームのキャプテンとしての適切なあの態度、なんてすごい選手なんだ。そう熱くなるな、そうだ。すまん。ごめんみんな、ピエールのマークは僕なのに。いや、悪いのは俺だよ。俺が岬にぶつかって、それで過ぎてしまったことはもういいさ。それよりこれからだ。まだ同点。さあ気を取り直していこうぜ。あさあ同点に追いつかれた全日本のキックオフで試合再開です。全日本ゴールデンコンビの攻撃です。見事なコンビネーション、見事なパスワーク。この二人のプレーは。さあ翼くんシュートに行く。得意のドライブシュートか。なんだと。いや違う、ストンと押した。そう、コースが甘かった。そんなバカな、俺のスライダーシュートを。惜しくもポストに当たりゴールはなりませんでしたが、先ほど見せたピエール君の独自のシュートをあっという間にコピーしてしまいました。そんな、俺が苦心して作り上げたスライダーシュートを。変わってないな翼。相手の得意なもの、いいところを全て自分のものにしてしまう、昔のサッカー小僧のままだ。やっぱり来たな、ロベルト。ワルパス監督。それにしても大した選手だな。ドライブシュートの応用だろうが、一度見ただけで自分のものにしてしまうとはな。
アルゼンチンでもきっと注目されるよ。行くぜ。勝ち越してゴールを上げるのは俺だ。あとピエル君、真正面からボールをカットに行く。ボールを奪った。さあそのままドリブルで上がります。マークに行くのはミサキ君です。あとこれも強引に突破、反則スレスレのハードプレー。ミサキ君のマークを振ったピエール君、さあ今度は逆にフランスのチャンス到来。俺が行く。激しく衝突した。走り込むナポレオン君、ソダ君も懸命にマークにつく。もらった。走るか。こちらヘディングの争い、空中で激突、もつれた。おっとこれはイエローカード。ソダ君にこの試合2つ目のイエローカード、これは退場です。そんなアホな、今のはわざとやない。なんで俺が退場なんや。審判の判定は絶対だ。謝ってさっさと退場しろ。俺は退場させられるようなことは何もしてへんで。翼、審判、これは全日本キャプテンとして抗議します。あのプレーは反則と判断されても文句は言えない。しかし相田君のパンチはわざとではない、偶然当たってしまったんだ。退場の判定は取り下げてください。俺は全日本激しい抗議。しかし一度下った判定は覆ることはないでしょう。あとこれは三度イエローカード。なんやって。相田君に続き審判に抗議した翼君にもイエローカード。これは厳しい審判の判定です。スタンドはブーイング、当然地元の観客は審判の味方です。審判に立てつくなんて名前来たぞ。いつも退場だ。もうええ翼、お前まで退場になってしまったらもう試合にはならへん。相田君。相田君、審判の判定に従いグラウンドを出ます。代わりの選手は補充できません。全日本試合の残りを1人少ない10人で戦わなくてはなりません。さあ、しかもフランスには PK が与えられています。さあ蹴るのはもちろんピエール君です。そうだ、止めるぞ。こっちだ。決まった。若島津君、完全に逆を突かれました。軸足の向きと逆に蹴る、プロじゃ常識のプレーだよね。お前も一度警告を受けているんだ、忘れるなよ。分かってるって。そうだの分も俺たちでやるしかないんだ。行くぞ。なかなかやるじゃねえか。くらえ。あとナポレオン君の激しいショルダーチャージ、これは反則でしょう。ふわっと取りません、フランスボール。なんであれが反則じゃねえんだ。行くぜ翼。おう。さあヒューガ君と翼君のコンビで攻め上がります。全日本、シュートを打つのはどちらでしょうか。の強烈なタイガーショット、全日本あっさり同点に追いつきました。よし。おっと、これはノーゴールの判定です。オフサイドの旗が上がっています。どうして今のがオフサイドなんだ。おっと、この間にフランスは試合を再開。全日本、これは早く戻った方がいい。頑張ってくれみんな。フランス見事なカウンターアタック、やはり相田君の欠けた穴を突かれました。一人少ない全日本、決定的な差をつけられたか。おっと、翼君のこのプレーが密集地での危険なプレーとみなされました。全日本、またも幻のゴールとなってしまいました。さあ翼君、ごぼう抜き、スピードに乗ったドリブルで誰も止められない。さあシュートに行くぞ。キーパーと1対1。決まった、ゴール。よし。おっと、これはゴールのホイッスルではありません。ということはシュートの前に前半終了のホイッスル、またもノーゴール。なんだと。ノーゴール。
みんなふざけやがって。試合は3-1、2点リードされている。そうか。俺のせいや。くそ、あの審判め。落ち着け、ヒューガー。しかし3回もだぞ。3回もノーゴールと判定されたんだ。本当ならこっちが1点リードしているはずなんだ。その通りだ。あの審判、試合が終わったら袋叩きにしてやりたい。みんな、俺たちのこの怒りはボールにぶつけよう。ソーダ君は怒りをぶつけたくてもぶつける場所がないんだ。翼、後半正真正銘のゴールを奪って必ず逆転するんだ。そして俺たちは勝つんだ。よし、やってやろうじゃねえか。そうだ、お前の怒りをぶつけるのは明日の決勝戦だ。必ずその場所を作ってやるぞ。行くぜ。みんな、2点リードとはいえ審判の判定に助けられたところもあるんだ。浮かれるなよ。どうやら西ドイツの相手はフランスのようだな。わかりませんよ、2点では。いや、ホームタウンデシジョンさ。地元有利ってやつですか。ああ、ワールドカップを見てもわかるだろう。南米の開催国では南米チーム、ヨーロッパではヨーロッパのチームが優勝しているんだ。ましてや、ジャポンはサッカーでは馴染みがない。試合が五分でも勝ち目は薄い。雨か。ファルクでプランススタジアムに雨がぱらつき始めました。その中を両チーム選手の入場です。すぐに止んでくれるといいけどな。いや、この雨はちょっとやそっとじゃやまないよ。あんまり降るとやりにくくなるな。だが条件は同じなんだ。あ、わかってる。雨の準決勝。監督、最後の10分間と言わず僕はいつでも行けますよ。遠慮せずにいつでも使ってください。よし、わかった。源蔵、今一番試合に出たいのはお前かもしれんな。俺は神様なんて一度も信じたことねえけど、今度ばっかしはしょうがねえんや。もしも神様がおるなら頼む。全日本を勝たせてくれ。お願いや。さあ、後半開始早々、全日本は翼くん、美咲くんのゴールデンコンビで攻め上がります。いつもながら素晴らしい連携プレーです。パスのコースさえ読めれば止められる。ここだ。うまい翼くん、パスと見せかけドリブルで突破。しかし美咲くんにはピエールくんのマークがついています。さあ、どこに出すか。よし、あと前線にロングパス。そこにはノーマークのヒューアくんが走り込む。まずい。よし、あっと、これは完全にオフサイド。翼くんのパスと同時に一斉に上がりましたフランスディフェンス陣。全日本オフサイドトラップに引っかかりました。オフサイドトラップ、見過ぎの武蔵が得意だった技だ。どうやら奥の手を出してきたようだな。ジャポンはいよいよ苦しくなったな。フランスにあそこまでやられては。まだまだこれからですよ。翼は逆境に強い男なんです。それはよく知ってるよ。何しろ我々は4点リードしながら追いつかれ負けたのだからね。もう一点もやれないぞ。ああ、来た、止めてやる。さあ、ピエール君、どこへ出すか。ナポレオンにはやっぱりマンツーマンのマークか。ほっ、マン。おっと、ボールがこぼれた。キーパー若島君、ダイビングキャッチ。そしてボールは佐野くんへ。これはうまい、軽技師佐野くん。面目躍如、中盤を一人で突破。くらえ。さあ、ボールはキャプテン翼くんに渡った。すかさずドリブルで上がります翼くん。そして美咲くんがフォロー。一人少ない全日本、中盤からの攻めはこの二人しかいません。ボールは翼くんから美咲くんへ。ワールド、ピエールくんがもうここまで戻っています。美咲、僕が一人でピエールを抜くことができれば得点のチャンスはうんと広がる。
これは美咲君一人でピエール君を抜きに行きます。再び1対1宿命の対決。おあとピエール君のタックルが決まった。美咲君抜けません。しかし反町君がよくフォロー。さあボールは、ナイス反町、翼君に渡った。打たされた。シュートコースを防げ。ゴールは割らせん。ゴール前の翼君には完璧のガード。フランスディフェンス陣、せっかくのこのチャンス無駄にできない。しかし翼君強引にシュートに行きます。ふわー来るぞ、シュートブロックだ。おっとこれはフェイントか。バックパス、そこにはヒューガ君が走り込んでる。この位置からなら誰にも文句は言わせねえ。頼むヒューガ君、打たせるか。くらえ、決まった。ゴール、ヒューガ君渾身のタイガーショット。いたか、これが正真正銘のゴールだ。いやー、10人で戦う全日本、後半7分、2対3と1点差に詰め寄りました。守りから攻め、まさに全員サッカー、これが全日本のサッカーです。そうです、 J ボーイズサッカーです。試合はここからだな。さあ試合再開。後半に入りヒートアップする試合展開。フランス、日本の追撃を食い止めることができるか。ピエール行こう。美咲くん、二人で行けばいくらピエールでもボールは取れるはずだ。フランスの名誉にかけ、絶対にボールは渡さん。ボール、おあと二人がかりのタックルを素晴らしいスピードで抜いたピエール君。まだ俺がいる。ヒューガ君もかわした。ピエール君まさにしなやかな獣。打たせるな。ああ抜かせるか。俺はゴールを取る。カノンシュートだ。もらった。これをボシ君が蹴り込んだ。フランス4点目。いやこれはノーゴール。その前にナポレオン君の突破を反則に取ったようです。この審判フランスべきばかりじゃ。伊沢！伊沢！あとその伊沢君が倒れうずくまっています。ナポレオン君にスネをスパイクされたようです。監督、僕に行かせてください。都大会の決勝でも30分以上プレーしています。残りは20分ちょっと。大丈夫です。行かせてください。うん。よし。やはりプレーは無理のようです、伊沢君。チームメイトに抱えられて今フィールドを出ます。その伊沢君に代わってグラウンドに立つのは三井君です。アルゼンチン戦でも途中出場、オーバーヘッドシュートを決めました。全日本は切り札の投入です。ナイスファイト伊沢。見すぎ。ナポレオンマークを含めたディフェンスは任せてくれ、みんな。その代わり攻めは任せたぞ、翼君。わかった。さあ三井君のフリーキックで試合再開。ゴールは全日本のコントロールタワー、翼くんへ。行くぞピエール。おっと翼くん、あえて自らピエールくんに向かっていきます。そうなんだ、彼を抜けば流れは変わる。ここでピエールを抜けなければ全日本の勝ちはない。負けるわけにはいかない。俺にはフランス全国民の期待がかかっているんだ。さあ抜くか翼くん、止めるかピエールくん。ピエールくんが競り勝った。翼くんでも抜けない。翼でもダメなのか。キャプテン同士の対決に勝って士気が上がるフランスの反撃です。慌てるなみんな。よし。何？これはオフサイド。ミセ君の指示でディフェンダーが上がりました。フランスのお株を奪う全日本のオフサイドトラップ。さあボールは再び翼君へ。どんな戦法で行くのか。ふわーっと翼君、またもピエール君に向かっていきます。なんてやつだ。それでいい翼。どんなに強い相手でも俺は勝負を諦めたりしない。何度負けても勝つまで向かっていく。だってそれが俺の目指す世界一への道なんだ。今度は絶対に抜けるという自信があるのか、それともただのバカなのか。バカはバカでも俺はサッカーバカだ。勝負だ。抜いた。一気にトップスピードに乗って抜き去った翼くん。さすがのピエール君も動きません。何？
さあ、そのスピードに乗ったまま突破します。翼くん見ていろ、これが俺の一気にシュートに行った。甘さを抑えずドライブシュート、決まった、ゴール、同点。後半17分、1人少ない10人で戦う全日本、ついに、ついに同点に追いつきました。激闘血まみれの死守、苦しいのは相手だって同じだ。